はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、3月特特 D 払いお得多数ということで、今回は本人確認が難しいでおなじみの D 払いについてですね。この動画では D 払いのお得なキャンペーンを3つにまとめましたので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは とい,いうことで、まずはこちら、D 払いとユニクロのキャンペーンですね。キャンペーンサイトからエントリーの上、ユニクロアプリをスキャンして D 払いを決済したら、D ポイント20%還元キャンペーンとなっております。 詳細なんですけども、まずお題の通り、エントリーは必須となってますんで、先に忘れないうちにですね、やっておきましょう。で、期間はすでに始まっておりまして、2月の25日木曜日から、そして3月31日の水曜日までのキャンペーンとなってますんで、まあ、結構長い方かなと思います。で、このキャンペーンですね、ポイント還元を受けるための条件なんですけども、1、2、3でエントリーしてユニクロアプリを使って、そして D 払いという流れなんですが、一応わかりやすい流れがキャンペーンページにもありました。まずはキャンペーンのサイトからエントリーを行うと。で、次に、 レジでユニクロアプリの会員 ID バーコードをスキャンという風に出てるんですけどもまあ簡単に言うとユニクロのアプリを事前に登録をしておいてそこにバーコードが出てくるんですがそこをスキャンする必要があるということですねなので一応ですねこの下にもユニクロアプリはこちらという風にあるんですがもしこのキャンペーンを参加する際には必ずこれを事前登録をしておいてくださいでないと例えばお会計の時にそのレジにて店員さんとかに聞きながら登録とかすると時間がすごいかかってしまう時があるので参加される方はですね 事前に登録を行ってておいいくださいで、あとは、レジで商品を登録って出てるんですけども、まあ、登録っていうかスキャンみたいなものですかね。まあ、今のね、ユニクロのセルフレジはもう画期的な レジなので、大体は商品を枠の中になんか置くだけでいいかなと思います。そして最後に D バレでコード決済をして終わりということですね。一応手順的にはこんな風に出てるんですけども、このスキャンからお会計まではマジで早くできます。で、あと、D バレの支払い方法として、D カード、D カードゴールド、電話料金合算払い、D バレ残高が対象となりますんで、D バレの ID 決済とか、D カードプリペイドは対象外となりますんで気をつけてください。で、上限は800ポイントとなりますんで、4000を利用することで、 上限に到達するとまあ、ユニクロで、4000っっててううとととままああ僕ののののの場合はは夏用のあのエアリズムででですすかかかねあのインナーとかが好きなな今回はそれを買おうかなと思ってますで付与されるのは D ポイントの期間用と限定ですね。で、付与される時期なんですけども、2021年の4月末頃予定ということですので、まあ忘れた頃に付与されるかなと。一応ですね、一部対象外のお店もあったりするので、ここは事前に確認した上で参加をしてみてください。まあまあ、多い方かなと思います。対象外のお店は。で、ちょっとだけですね、D 払いからお話がずれるんですけども、 あの、以前動画にしたこのユニクロペイって覚えてますかねま、ここでですね、ユニクロペイで、今右下、右側にも出てる通り、支払い方法の初回登録で500円クーポンプレゼントと出てるんで、リーバでそんなにお買い物しないよっていう方がいらっしゃったら、この500円クーポン使うのもいいと思ったんですが、この500円クーポンについて、詳細があるんですけども、ま、ここにですね、5000円以上ご購入の際にご提示いただくと、500円値引きできるクーポンって出てますんで、ま、実質4500円でお買い物 ができるっていうことだと思うんですがまあ、ぶっちゃけこれはそんなに無理して使うほどでもないかなと思いますで次2つ目のキャンペーンは特特 D 払いスーパー限定で10%還元キャンペーンというのが滞在されますで今回ですねその対象のスーパーなんですが今出てるようなお店となっておりますまあ、僕が知ってるお店であれば山屋ってお店であったりとかあとは伊東洋華堂とかまあ、九州にあるお店であれば三里部ってお店ですねこういったところが対象となるとですけどもちょっとここにも情報が出てまして3月1日月曜日中に 対象加盟店の詳細が発表されるとでこれについては まあ順次追加されたりとかで、ここのの D 払いいいいいが対対応しててててななおお店につつははそそそもそもキャンンペーンの対象外となりますんでで気をつけておいてくださいで詳細です。エントリーは必須となっておりまして、期間は3月の1日から始まります。で、3月の31日まで。で、条件としたら、D 払い決済が条件となります。なので、まあ、手、キャンペーンページを見る限りは D ポイントカードを提示とか特にないので、とりあえず期間中 D 払い決済を行うだけで大丈夫です。で、対象の支払い方法として、電話料金ガ算ン払いとか、D 払い残高、D カード、そして D カードゴールドも いけると思いますんでこういった方法で試してみてくださいで上限は1回に500ポイントまでで期間中トータルで1000ポイントまでということですのでまあ、単純計算で1回に5000円分決済したら500ポイントに到達して期間中トータル1万円分利用することで上限の1000円に到達すると1000ポイントに到達するということになります付与されるポイントは D ポイントの期間用途限定で付与される時期に関しては2021年5月末頃予定ということですので忘れたでスーパーのキャンペーンに参加する際にここは見ておいてほしいと思うんです D 払いがで、っと出てててますすんででもしし参加さされる際はですねここをを事前にチェックをしておいいくださいでちなみに、スーパーといえばですね、こちらのキャンペーン覚えてますかね ?AUPE のタヌキの大恩返しのキャンペーンなんですけども、対象のお店で AUPE で決済したら20%還元キャンペーンということで、ま右下に出てる通り、スーパーマーケットがあるんですけども、まあ還元率で言うとね、こちらの方が、まあかなりお得かなと思いますんで、もしここに含まれてないお店とかが、結構 D 払いの、 キャンペーンの中に入ってたりするので僕の場合は全然スーパーマーケットは対応のお店がほとんどないのでまあ、D 払い僕自身はちょっと使ってもいいかなというふうに思っておりますもちろんね生活スタイルによって使う場所が変わってくると思いますんでそこはご自身の判断にお任せしますであと特特 D 払いですねこちらもしっかりとありますちょっと前にも動画にさせていただきました対象のお店で20%還元キャンペーンということでこのキャンペーンに関しては D ポイントカードを提示して D 払い決済をしていただく必要があります で、今現在ですね、この動画をアップしている2月26日時点ではまだ第1弾のキャンペーンの途中です。3月の8日まで。 ということなんですけどもしっかりと3月にはですね第2弾の3月9日から3月31日までっていうのがありますんでここもね忘れず参加したいとこではありますねで、しっかりと上限もありますんでもしねよく利用するお店が対象のお店であれば利用してもいいかなというふうに思っておりますで、最後3つ目のキャンペーンなんですけども D ポイントとサンプル百貨店のキャンペーンですねこちらね少し前の動画でおまけの時にちょっとお伝えしたんですがこちらも3月中まだ開催がされておりますでこのサンプル百貨店ですねまあ確かに商品が安いのもまあ結構 お得だったりするのはあるんですが、ちょっと見ていただきたいところがありまして、これがキャンペーンページですね。少し下に下がっていただくと、で、今回見ていただきたいのはこのキャンペーンの詳細なんですけども、先ほどお伝えした期間で、対象者は D バレをまあ使ってる方が対象であると。で、内容として期間中にサンプル百貨店でお買い物で D バレで支払いいただくと、通常時の購入金額100円、税込みにつき1ポイントに加えてプラス20%分の D ポイント期間用途限定を申請されるということですね。で、申請上限は2000ポイントという いうことですので、まあ、単純計算をすると2 0 0 0割る0 2ということで、まあ、1万円分を決済したら2000円まあ、2000ポイント分戻ってくるということですね。でまあ、ここまではこれはこれですごいお得なんですが、何がすごいかって言うとあれなんですよ。支払い方法が特に決まってないんですよね。まあ、僕がこのページを見る限りは？ 特に記載がされてなかったので、例えば D 払い残高じゃないといけないとか、D カードじゃないとダメとか、電話料金が3払いじゃないとダメとか、そういったところが、特にこれを、このキャンペーンページを見ながら、どこにも記載がされてないので、とりあえず D 払いで払うっていうことが、まあ大前提になるっていうことになるっぽいので、僕は今回、まあ関係率をちょっとアップさせるために D 払い決済に加えて、支払い元、ビザラインペク,クレジットカードでちょっとお買い物をしてみました。まあ、もちろんねこれで <laughs> あの、付与されなかったらす、最もこもないんですけども、僕はとりあえず、このサンプル百貨店でお買い物する際は、このキャンペーンに関してはとりあえず、ビーバラにビザラインペークレジットカードをセットした状態で20、20%還元をもらいに行こうかなというふうに思っております。 ま、すでにね、もうお買い物はしてるんですけども、全然関係ないんですが、僕が最近ハマってるのはこのウィルキンソンのグレープフルーツの味ですね。24本入りということで、通常価格が2 4 6 2円なんですが、1990円ということで、まあ、すでに申し込みは終了しましたって出てるぐらいね、結構美味しかったりするんですよね。あ、ちなみに48本入りはあるみたいです。 では最後に日程のまとめです。まずユニクロのキャンペーンなんですけども、2月の25日からすでにスタートしておりまして、3月いっぱいまで3月31日まで。で、スーパーのキャンペーン10%還元キャンペーンに関しては、3月の1日からスタートしますので、間違いないようにしてください。3月31日まで開催中です。で、特特 D 払い20%還元キャンペーンに関しては、第1弾は3月の8日、8日まで。 で、第2弾に関しては3月の9日から3月31日までと。で、サンプル百貨店なんですけども、僕記載ミスしてますね。正しくはこちらの3月12日までがサンプル百貨店の20%還元キャンペーンとなってますんで、もしね、参加される方は、それぞれの日程をチェックしておいてください。まあそんなこんなで今回は、 D バレのキャンペーン、大きく3つに分けて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、ほんとね、3月はちょっと前の動画でもお伝えしたんですが、aupay、paypay もそうなんですが、まあ、あそれぞれのね、コード決済がかなり力を入れてきてるような状態なんですよね。まあ、無理にね、もちろん使う必要はないんですが、まあ、どのポイントを貯めたいとか、まあ、還元率を良い,い方を選ぶのかとか、このお店をよく使うのでこれ使おうとか、結構ね、 使う人によっては目的ってそれぞれ変わってくると思いますんで、まあ、そこら辺はね、ご自身で作戦を練った上でお得に参加してみてはいいのかなというふうに思います。で、今回お伝えしたね、キャンペーンのリンク下の概要欄に貼ってますんで、参加されたい方はエントリーを忘れず参加してみてください。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました こちらの動画覚えてますかね ?D 払い本人確認激ムズな件についてということで、まあ僕のね、D 払いに残高が少なくなってたので、銀行口座からまあチャージをしようとしたら本人確認が出てきて、それをやろうとしたらなかなか通らないということで、まあ通らないというかなかなか申請ができなかったっていうことだったんですけども、まあ無事にね、申請まではできましたよっていうことで、まあ2個前の動画のおまけぐらいでは言ってたんですが、 その結果、なんとですね、じゃんということで、こちら、本人確認の審査が承認されましたということで、無事にですね、なんとかやっとですね、ほんと承認がされて、晴れてですね、銀行口座からやっとチャージができるようになりました。まあ、それ以外にもね、チャージの方法はあったんですけども、まあ僕はね、なんちゃかんちゃ銀行口座から紐付けした方が結構楽だなと思ってたので、まあとりあえず僕は銀行口座からのチャージを、 やろうかなというふうに思っております。まあ、ちょくちょくコメントでもね、D カードを作った方がいいんじゃないかっていうコメントもいただいてたので、まあ、それに関しては、またタイミングを見て D カードを作成しようかなというふうにも検討しております。ま、ほんとね、たくさんコメントいただいたり、かなりね、共感された方もいらっしゃったということでしたので、まだね、苦戦されてる方は、まあ、ちょっと前にもお伝えした通り、部屋を明るくして、まあ、トライするっていうのがポイントかなというふうに僕は勝手に思ってますんで、本人確認される方は、そういったところを注意して、ぜひやってみるのもいいのかなというふうに思います。ということで、 ありがとうございました。